洗濯する際、靴下や肌着は表のまま洗っていますか？それとも裏返して洗っていますか？ウェザーニュースで実施したアンケート調査の結果では、表のままの回答が 80% となり、表のままで洗っている人が圧倒的に多いことが分かりました。ですが、型崩れを気にしない靴下や肌着は裏返しで洗濯した方が汚れ落ちが良いそうです。靴下や肌着は匂いが気になるアイテムです。匂いの原因となるのは汗や皮脂、角質など体から出てくる汚れが菌によって分解されて匂いが発生します。裏返しで洗うことにより洗濯剤の水流や他の衣類との擦れなどが直接当たり、匂いや汚れが落ちやすくなるんだそうです。ただ表に返して洗濯した方が良いケースもあるといいます。表側に泥や黒ずみなど目立つ汚れがあるときは、汚れのひどい側を水流に当てた方が良いので表にして洗いましょう。また裏返すことで型崩れの気になる肌着や靴下は表のまま洗いましょう。これから汗をかくタイミングが増えそうです。しっかり汚れを落として気持ちよく過ごしていきましょう。こちらのニュース記事の詳しい内容はウェザーニュースのお天気アプリでご確認いただけます。ぜひご確認ください。